イズマイナス -1 は1943年末から短期間生産されたソ連の重戦車である。イズ JS とは当時のソ連の指導者、ヨシフ・スターリンのイニシャルであり、失脚したキロボルト国母人民委員クリミント・ボロシーロフに代わる政治的な意味とソ連最強の戦車であることを強調し命名された。なお、イズと JS の違いについては、 いずはロシア語のオーラ天文字に変換したものであるのに、対し JS はヨシフ・スターリンのイニシャルの英語やドイツ語での表記である。1943年の初め、旅客に成功したドイツのティーガー愛戦車の戦闘力に衝撃を受けたソ連国防委員会は、これに対抗できる重戦車の開発を決定した。重装効果により、 機動性がますます悪化したキロボルトマイナス1重戦車の反省から新型重戦車は走行圧と火力を増強させながらも45トン以内に収めるよう要求が出された。ソ連戦車に使われているシンプルな走行装置ではそれ以上の重量では操作が重すぎ故障も発生しやすいからである。ニコライ・シャシムリン技師の設計チームはキロボルトマイナス1と t-34 両方の後継を目指し、失敗した試作戦車キロボルト -13 とキロボルトの軽量型であるキロボルト -1S を発展させる形で、新型試作車、オブジェクト233と234を作り上げた。機銃手兼無線手は廃止され、操縦手は車体全部中央に座る形となった。直型のバイザーブロックがく、面は、 キロボルトマイナス13度応用の大型鋳造部品となった。しかし、試験では走行装置やエンジン、また、天輪配置の間隔の問題で、特に軟弱な地面では激しい横揺れが発生し、問題となった。天輪を片側6個に増やし改善した新型試作戦車 OV エクト237では、砲塔が大型化され、52K85mm 降車砲から、 発展した 85mm 戦車砲 D-5、T が搭載され、後のスターリン戦車の形状が完成した。また、トランスミッションはさらに改良され、信頼性と量産性が向上した。しかし、イズ -85 として、正式採用はされたものの量産開始に手間取ったため、つなぎとしてこの戦車の砲塔を、 キロボルト -1S の改造型に搭載したキロボルト -85 が先行して量産された。問題点を解決したイズ -85 改めイズ -1 は1943年10月から翌年1月に、柿107両が生産されたが、抽選者である T-34 から85の量産開始と 85mm 法では、 ティーガーの 8.8cm 砲の射程外からその装甲を打ち抜くのは不可能であるという攻撃力不足が判明したことから、生産開始わずか15日で火力のさらなる増強が決定された。対戦車用として、より強力な 100mm 戦車砲 S-34 を搭載する EAS-100 もテストされたが、全くの新型であり、補給の問題から、 従来の野砲弾を流用できる 122mm 砲 A-19 が採用され、これは量産型で戦車用に改良された D-25T となった。これは i s 1 2 2改め機密保持のため i s 2として量産に入った。ドイツ人は JS-122 と呼んでおり、T が戦車のエースであるオットーカリウスが、 戦後のインタビューでこう呼んでいることから、戦中通しての呼び名ではないかと思われる。イズ -1 はキロボルト -85 同様に、新英銃戦車連隊に実戦配備された。この部隊では、上員が戦車1両につき将校2名、歌詞官2名と階級が高かったが、多くは実戦部隊からではなく、戦車学校から直接送り込まれてきた。そのためか、 1944年2月、第13新鋭戦車連隊のイズ -117 両は、ウクライナのリスヤンカ村において、味方部隊の攻撃支援中、V 号戦車パンター及び砲号戦車と突撃砲の3両の待ち伏せを受け、距離600から700メートルからの集中砲火で壊滅した。また、翌月、同部隊のイズ -1 は、 至近距離から 2.8cmSPZB41 に、中造製の車体前方下部装甲を打ち抜かれてしまった。そして、対戦車砲やティーガー戦車との戦闘で大きな損害を出し、代わりに、イズマイナス2が配備されていった。なお、1980年代初め頃まで西側の研究者には、イズマイナス2.43年型が、イズマイナス1、 44年型が、イズマイナス -2 と思われており、85mm 砲、搭載型は 100mm 砲型同様に、数量の試作のみに終わったと考えられていたが、スティーブン・ザロガの研究により改められた。また、その後もイズマイナス -1 は、試作止まりであり、すぐイズマイナ -2 に生産が移行したとされ、実践参加はないと思われていたり、手法を換装して、 イズマイナス2に改造されたと思われていたが、ソビエト連邦の崩壊以降流出した資料により、様々な事実や戦歴が明らかになった。ありがとうございます。